タイの娘の教え、タイの娘は、ロシアの詩人がアレクサンドル・プルシキンが1836年に発表した三文小説である。本作は、ロシア帝国時代に実際に発生した騒乱である、プガチョフの乱を題材としている。同時大臣、第4号書出時の1ページ目1832年末に着想、翌1833年初に寄稿し、 1836年9月に完成した。同年11月、自身が創刊した文学雑誌、同時大臣第4号において発表された。なお、本作出版から4ヶ月後、プーシキンは血統で負った、致命傷により絶命した。もともと、プガチョフの欄に大きな興味を持っていたプーシキンは、大尉の娘寄港後、帝国軍書庫での資料見分、 反乱が起きた現地での取材、調査などを丹念に積み重ねた。その成果は、研究論文、プガチョフ氏として先に結実する。創作として、本命の大意の娘は、それから3年以上の月日を費やして完成させた、ことになる。プガチョフの戦士である、プガチョフ氏に対し、大尉の娘は、基本的には、青年貴族の恋と冒険を描いた物語だが、 その時代の非主配層の生活や生き方を伝えるものともなっており、ロシアの地とそこに住む人々すべてに関心を寄せていた、プーシキンの世界観がよく現れた作品となっている。本作着想の大きなヒントとなったのは、実際に、プガチョフの乱において、プガチョフ一派の捕虜となった貴族の士官、ミハイル・シバンビチ将位の存在を知ったからだと言われている。らえられたシバンビチは、 プガチョフ一派の通訳として働き、反乱平定後はそのトガにより逮捕され、処刑されたとも、女帝エカチェリーナ二世の恩赦があったとも言われ、いくつかの説がある。主人公とシバーブリンは、この人物から想像されたキャラクターとされている。なお、複数の研究者はこの作品には、英文学者、ウォルター・スコットの影響が見られると指摘している。本作は十四章から構成されており、 クリニョフ家に伝わる手記として話が進められる。物語は概ねという筋運びである。第13章には、プーシキン自身によって省略された箇所があるものの、市販された出版物には大抵本編後にこの削除箇所が掲載されている。また現在、日本国内で最も入手しやすい岩波文庫版では、第1章の前に全紙が掲載されているが、 この箇所が掲載されることはほとんどなく、ロシアで一般的に入手できるペーパーバックにも掲載されていない。ロシア国立エースプーシキン博物館にプーシキン直筆の大尉の娘の草案や原稿、書室詞、同時大臣第4号が収蔵されており、一般公開されている。下記は世界中で制作された本作を原作とした映画の一覧である。 日本公開のものには日本語題を付した。池田健太郎、解説、プーシキン全集第4巻、川で処房新書、652から654ページ、1972年。アンディトロワイヤ、プーシキン伝、篠塚ひな子役、水星者、560ページ、2002年。金子幸彦、解説、世界文学体系、第26巻地区は処房。 415から416ページ、1962年。池田健太郎、解説、プーシキン全集第4巻、河出書房新書、654ページ、1972年。人材清志、後書き、大尉の娘岩波書店、岩波文庫、212から215ページ、1947年版。この原作者自身によって削除された箇所は、 書出時に収録されなかったが原稿は残っていたものである。それが読み物として捨てがたい内容であったことから原作者の没後、中期の上で付録されるようになった。ここにはグリニョフ家の所領にまで波及した反乱、並びに主人公グリニョフ家ズーリン部隊とシバーブリン一派の戦闘などが描かれている。 エースプー資金、大尉の娘、人材清役、岩波書店、岩波文庫、9から10ページ、1947年版。2 0 0ただし本作においては、不詳を含めたフルネームを表記する箇所はない。ありがとうございます。